介です。よろしくお願いします。Thank you.
前だったというので、本当にこんな平穏な日々が増えたという思いで、ね、さっき若い先生で言われるからね、やるつもりはあんまりなかったので、ここに行ってこいという。
にその親のことも思ってたからね、親父というかそのままですよ。親父、あんたはまだ俺が小さい頃、yeah.
ありがとうございました。